インバーターでさ、レンジ動くって言ってたよね。そう言ってたよね。ダメじゃん、エラーも出ちゃってるよ、もう。そう怒らずに、ビルダーさん行ってみよう。今どうなった？これで今、こっちの電子レンジですね、これが動くわけですね。で今インプット入ってるよね、はい、でこれで例えば普通にスイッチ入れると上がっていきますよね、こうやって、うん、今大体これで1000ワットぐらい、約1100ワットぐらい、1100、そうですね、うん、つまりこのくらいなんですよ、電子レンジ普通は。普通で止めますと、で動かしてみて、まあ、動き始めましたね。そこってこう一気に20超えるんですよ。倍ですね。倍です。だから同じ電子レンジなのに、異常なんですよ。はい、急遽レンジがおかしかったみたいで、インバーターじゃなくて、レンジのね、ワット数がおかしかったので、発火とか発熱とか怖いので、新しいレンジに取り替えます。うるさくて何言ってるかわかんないかも。どこ異常と扉が閉まんなくなっちゃった。こんねえよ。ああ、ちょうどね、ここの金具が下のこの出っ張りって言えばいいのかな、ぶつかっていそうなんだよね。ああ。全体的にこれで浮いたから、あとはギュッと下から押さえつけることによって、上から押さえつけることによって、あ、上からこんななってます。じゃあ、インバーターで無事使えるかですね。普段ね、あ、そっか、調理してないからね、仕組みをわからないっていう。でも回ってるはず。回ってますね。124アンペア、5アンペア、14アンペア、急に落ちたな。終わったから、まだ20秒ある。おお、20秒あるのにもうマイナス14アンペアなんだ。お、はい、マイナス124アンペア。はーい、あ、とりあえず使えましたね。おめでとうございます。やったよ、本当にやったね、むっちゃん、よかったね。やっとご飯が、またブラックむっちゃんが出ちゃうとこでしたよ。あぶねー、マジあぶねー。はい、これで電子レンジがつきました。おめでとう。あ、やっとむっちゃんが喜んでる。今まで怖かったんだ。今まで怖かったんだ。